ああああああ。れ、そんなラグある？ あれ、グローバルイベントってもう始まってるんだっけ？サプライドロップ接近中、座標をアップロード。ここだ。あ、ここか。ああ、めんどくさいところ。注意、測定値によるとここは安全です。警告、これよりセーフエリアを離れます。
この位置めんどくさいやつじゃない？どこだ？あ、いたいたいた。レキシントン。リンカーントンネル。これどういうことなんだ？先制ストライク、ストライク。倒れた敵が爆発。
やりすぎると爆発が起こって、ブラックアウトの爆発バージョンだよね。いないんかな。ああ、招待済みになった。注意、新たなエージェントが加わりました。こちらベニテス隊長、リンカーントンネルの検問所に大至急応援を求む。クソ野郎どもが壁をぶち壊しに来た。水門を爆破されれば全てが水に沈む。いまいちなんかよくわからん。
長、こちらフェイラウ。私たちディビジョンエージェントが防衛線を狙う敵を排除した。必要な支援ができるようあなたを私たちの無線に組み込む。そいつはいい知らせだが、悪い知らせもたっぷりある。突破した奴らがトンネルの水門に爆薬を設置している。地獄に行こうが洪水を起こそうが、とにかく脱出する気だ。爆弾が爆発すればどっちになるかは分かるだろう。注意して、私はこれを解除する。警告、敵が接近中。あ、どうもどうも、ごめん、気づかなかった。というわけで、オーディルさんいらっしゃい。どうもどうも。多分遅延すんごいと思う。すまんね。正確に言うとね、回線がいろいろ変わったんでね、こっちでも気軽に配信できるようになった。スイッチだとあんま喋んないけど、あんま気にしないでね。え、誰が除外？チャップス？あの人？いや別に除外しなくていいよ。確かに火力弱かったけどね。
すごいな。この回線、まああまりスイッチの中ではいい画質じゃないけど、ドロップフレーム出ずにこのぐらい出てるわ。次もうちょいビットレート上げて 60fps かな。ディビジョンエージェントの応援を確保したが、外の連中は絶対に。IPv6 はまあもう標準、まあもちろん全員が全員じゃないと思うけど標準化してるよ。ストライク。この先にスナイパーを配置してるみたい。注意して。スナイパー、あ、いった。スナイパーをショットガンでぶち殺したい。あ、ディビジョン2買えますよ。俺あのフォートナイトやってるんでエピックゲームスストアで買う。で、あのどっちにしろね、ユープレイ認証なんで引き継ぎは全然問題ないんすよ。実はだったらユープレイで買えって思われるかもしんないけど一応2は買います。もっと言うと3月めっちゃ買うゲームがあって、もしかしたらディビジョンだけにとどまらないかもしれない、知れないから発売直後ディビジョンやんないかもしれない。あのデッドアライブのさ、あのエロバレー3も出るしさあーええー、なんかね、他にも3月いっぱいね、いろいろゲームが出るからね、もしかしたら買う、ディビジョン買うけど、買うけどーっていうやつ。うわ、痛い。ウェーイ。エージェント、脅威を排除したそうだな。俺も仲間もニューヨークも感謝感激だ。これから護衛と一緒に基地に戻るところだ。そこで話そう。よくやった、エージェント。水門を爆破されていたら重要な供給線が失われていた。これでベニテスには警備棟に戻ってもらえる。そこで会いましょう。あ、エンジン同じだと思う。スノードロップエンジンじゃないかな。エージェントが部隊を離れました。このゲーム、このディビジョン1もね、ダイレクト X11 と12切り替えれるんですよ。僕は Windows 7なんでダイレクト X11 版使ってるんだけど、2もね、切り替えできるって言ってるんで、ああ、同じだなっていう。まあ、今配信用に今最低設定でやってるけど、まあ、このぐらいの画質だったら別に僕問題ないんですよね。
反応ね。よいしょ。よいしょ。ディビジョンやってるとノラの人結構反応良かったりするのにな。うん。最高の品が揃ってるよ。さてと。注意、これよりセーフエリアに侵入します。欲しいものはありそう。用心して帰りな。コメンデーションって。なんかあったっけ今。あれ？あ、PC。あ、俺も年明けにパソコン買うって言っときながらずっとこれ使ってるよ。っていうかあれだよ。褒められたもんじゃないけど、このパソコンもうすぐ10年選手になる。もうすぐで。だって俺あれだよ、コア2クワット99650だからね。でその時のマザーで唯一新しいのグラボだけだからね。ただノートに関しては2つあるんだけど、そっちは Core i3 と Core i5 だから、そっちでやればいいだけの話なんだけど、あれは仕事用なんだよね。なんかねあれなんだよ、メインパソコンね1回組むとねめんどくさくなるんだよね。次変えんの後から買ったの、まあ当然なんだけど、後から買ったノートの方がハイスペではあるんだけどさ、もう変な話、もうなんかパソコン組むのもめんどくさいから、次パソコン買うとき、まあもちろんですタワーでもいいんだけど、ゲーミングノートでもいいかなって思っちゃう俺。うん、なんかねそれぐらいなんだよな。まあ、ただねコア2クワットね、単純にね消費電力的な意味で使ってるんだよね。まあでも最新ゲーム一応動くから、グラボさえ変えりゃ自分の好きなようにすりゃいいよ。多分みんなにこのパソコン見せたら絶対スペック不足だとは思うんだけど、俺は一応ね人並み以上に無茶苦そ Windows カスタマイズさせてあるから、どういうことかっていうとね、起動時のメモリ使用量俺800だからね、800メガだからね。起動時にタスクマネージャー起動すると俺800まで抑えてあるからね。本当に余計なの起動してないからね、切ってあるからね、スタートアップのやつとか。多分どんだけ切ってもみんな 1.4 とか 1.6 はいくと思うんだけど、800だからね。で一応8ギガメモリ積んであるからむちゃくそゲームは動くのよね。どうしよっかな、全部売っちゃおうかな。サブマもカービンもいらないよな。でクラシファイドは1個も出てない。よし、最高の取引だったでしょ。モッドは全部、あカービン入れてなかったか。モッドは全部こっち。何か探してんの？他にはない品揃えだよ。よし。っていうかあれだよ、オーディルさんもなんか、あそう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 、ハードディスクね、やっぱみんな昔から言われてるけど、当たり外れと使い使用状況によって結構持つよね。俺
これは言って別にツイッチとかで別に関係ないよね。 C ゲートはね、俺ね半年でぶっ壊れたことあるんだ。でマックスターとか、なんだっけ、ウィンストンデジタルはなんか5年6年持ったりするんだよね。いや会社によってね、もちろんこの真逆もあるんだよ。人によってとか使い勝手だよね。計画セーフエリアを離れます。スタートアップとかでなんかハードディスクガリ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 、あ、日立はすごいせ、なんだっけ、いいやつでしょ、値段も高いし。パソコンパーツに関しては日本製のは一個もないような気がする。トリマーどうしよっかな。次ココアやったっしょ。でストーレンシグナルも入ってんのか。俺一人でクリアしたこともない。でタイムズスクエアと、あ、レキシントン行こう、レキチャリ行こう。あー、クリスタルディスクインフォで見るとね、うん、だからハードディスクの良し悪しって俺いまいちまだよく分かってないんだよな。使って一月経って何もなければ大丈夫なんだよね。だいたい一月目で何かがあるんだよね。音が聞こえたりプチフリーズがあったりとか、そうなったらもうそのディスクは半年持たないなとは思ってる。てかオーディルさんあれだよね、あのツイッチ、それこそツイッチもあんまりやってないよね最近ね。ちょっと前まで YouTube でなんかスマホゲーだっけ、あれブラウザゲーだっけ、なんかいろいろやってるのはサムネで見たんだけど。タクティカルストライク、よし、レキチャレむずいんだよな。みんな簡単で周回するにはレキチャレがいいと。あ、招待受けた。よし、足引っ張んないように頑張ろう。ライカーズに大打撃を与えられる。ナライ・バレットの代わりはいない。マンハッタンへの脱出を組織したのか。部下が3人捕らわれている。本格的に戦闘を開始する前に助け出してくれるとありがたい。分かった、先に助け出して。でも任務に支障をきたさないように。あなたの後を追う。あ、そっちだったか。脱獄はここまで。ここラライおばさんいるところ。警告、部隊のエージェントが今すぐ助けを必要としています。ん、待って、待って、みんな早くない？あれ？あ、迷った。レキチャレ久々だから迷った。敵の接近を検知。あー、こっちか。さあ、人確かに来ねえけどさ、まったりやるにはすげえいいと思うんだよね。
俺人にどうしても見て見てってやってほしかったらニコ生行くもん。もしくはちゃんとした企画がある場合。だってフォートナイトとかでさ、ツイッチとか確かに人気だけど俺がやっても人来ねえしな。だったらフォートナイトのこと一つも分かってないニコ生のリスナー言い方よあの分かんないやつらと一緒に食べりながらやった方が面白いしね。使い分けだよね。別にこれはディスってるわけでも何でもないからね。よいしょっと。YouTube はな、あまりにもつまんなかったからな、俺にとって。注意、測定値に。エージェント、人質は屋上に囚われている。片付けろ。これよりセーフエリアを離れます。うわっ、みんな火力高えな。違うか、これのイベントをうまく使いこなしてんのか。爆発イベント、ストライクイベント。痛い。あ、ニコキャスね。俺ニコキャスやってるよ。スマホの PUBG とかやるとき使ってる。あの画面直配信できるからね。あるある。 N 線ね、結構さ、あの垂れ流しにしとくの結構いいよね。ライトハウス、こちらラモス、リビジョンと合流した。あとある意味なんだけど、ある意味変な使い方だけど、 N 線だったら放送に乗しても何も問題ないからね。全部オリジナル曲だし。ひでえ集中攻撃。感謝する。部下はホール突入に備えて位置についている。エージェント、メンテナンスへのアクセスを解除するんだ。建物の設計図によると地下にセキュリティ制御室がある。警告、これよりセーフエリアを離脱。注意、これよりセーフエリアに侵入します。あ、でも N 線他のサイトというか Twitch とか YouTube か、 YouTube で使ったら一応規約的にダメなんだっけ。配信というかそのまんまミラー配信したら。ニコニコはあんまり著作権考えなくていいね。
ていうかオーディルさんさ、あのサウンドクラウドの登録したけど通知が来ないぞ。早く曲をアップするんだ。早く曲を作ってアップするんだ。俺はもう今年一発目上げたぞ。あ、サウンドクラウドはまだだけど。何でもいいから曲をアップするのだ。攻撃部隊が動いている。あんたの合図でメインホールに突入する。ララエおばさん来た。瞬殺してやる。あ、違う、こっちじゃない。あれ、こっちじゃない。どこだ。ああ、ここのホール、ここのホール。入って、さあ殺せ。黒い死体が山に一つ加わるだけだ。ララエおばさんどこ。痛い。もちろん俺がその昔からちゃんと音楽やってたからこんなこと言えるのかもしれないけど、でもあれだよ、あの適当であれ数こなすのは最初結構重要よ。意外と自分の手癖つけるためにね。これ以上人員を失っ、あんまりまあ俺がでかい口叩けたあれはないけれども、借りができたな、エージェント。よし、入ったものだ。というわけでレキチャで周回したいけど、ララエバレットの代わりはいない。マンハッタンへの脱出を組織したのも彼女。どうなんだろうね。アマチュアの音楽作ってるいいところってあれだよ、納期がないところではあるんだけど、クオリティもさほど最初は気にしなくていいってところだ。助け出してくれるとありがたい。わかった、先に助け出して。でも任務に支障をきたさないように。あなたの後を追う。脱獄はここまで。よし、とりあえずこれで2つグローバルイベント一応は終わらした。あとはタイムズスクエアと絶対無理のストーレンシグナル。まあ基本的にね、あの別に全部クリアしなくても周回すればポイントがいっぱいもらえるから別にいいんだけどね。そしてここ今回のイベントは特にディビジョン2の引き継ぎについて特に何も関係ないんだよな。いやーでもな、パソコン版はさほど影響なかったけど、 PS4 のフリープレイでディビジョン1来たのはいいんだけど、人が増えるなと思ってよかったんだけど、さすが UBI サーバー増強しなかったから無料プレイの人らが全員ログインできなかったっていうね。悲しいな。あ、2475、あ全然足りてねえや。パンシーと D3 とノーマット、あ、ノーマットが今回あるから、ストライクキャッシュは今回いいや。これで、ひとまず、よいしょっと。
ミッションで言うと、まあリンカーンとレキシントンのチャレンジクリア、タイムズスクエアとウォーレンとストーレンシグナルでしょ。多分下2つ無理なんだよな。ディビジョンテックも全然ねえや。街一番の装備だ、見てってくれ。お得意さん。いらん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 。拡張マガジンだけ。取引ができてよかった。フィールドマスターそうだ、ゲットしたんだ。はい、いらん。恥ずかしがるなよ。気に入るものが見つかるよ。まあいらんいらんっていうか、もうドロップ化で出るものはほとんどもういらないに近いんだけどね。お金にしてんだけどね。だいたい揃ったから。現状で俺のやりたいことで言うと、もうほぼ揃ったからな。どうすかな、もう一回もう一回。ヒップホップ、俺結構な女性ヒップホップのも聞いてたからな。まあ、あの男性社会っていうのは言いたいことはよくわかる。一応女性ヒップホッパーのやつも、まあラッパーと言うべきか、結構聞いてたからね俺。メジャーでは確かにそんないないね。ヒップホップの作るって言った場合、どうしても避けられないのがサンプリングの問題だと思うな。ただ単にヒップホップのドゥッタ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 ッっていうやつ流してベースライン乗っけてるところでヒップホップではないからね。一応あれルールあるんだよ、一応ジャンルとしては。サンプリングを対応してリアルタイムに ミキシングする。要はスクラッチだのリバースだの何やらかんやらだの。一応ね、一応それは無視してもいいんだけどね。あれ作るのすげえ難しいんだよ実は。あ、ログアウトされたか。あー、一回ログアウトされたのか。一瞬ログアウトされたのね。エージェント、タイムズスクエアの配電網に深刻な問題が発生。ちょっと待って。詳細はローズ。違うんだ。広告板が消えていく。ちょっと待ってよ。こっち側にまず移動して。出て。注意、測定値によるとここは安全です。警告、これよりセーフエリアを離脱。お前でよかった。いやでもタイムズスクエアむずいんだよな、投げし。ちなみにまだドロップフレームは出てないね。すごいな、素晴らしいなこの回線。一定のこと。ショットガンで撃たれなかっただけまだいいと思え。
いやディビジョンな、このニューヨークのマンハッタンの雪の世界ってのが好きだったんだけどな。ディビジョン2がなんか南国調というべきか、あれになったのかな。招待受けた、ありがとうございます。あ、男性ボカロヒップホップ、作れる、単純にね、あの音を置けば作れるんだけど、ヒップホップってさ、例えば一小節のさ、ダンダンダダンダンダンの中にさ、結構曖昧にこう入れてく、あ、なんつったらいいの、字余り的なリズミカルの良さもあったりするからさ、それをさデジタルで表現するとクソ難しいんだよね。あのスチャダラパーとか聞くと、スチャダラパーとか、あのライムスターとか聞くとね、ちょっと古いんだけど、あの、あ、これ DTM というかデジタルな雰囲気じゃ完コピーできんなって時があるんだよね。どんな曲でもなんとなくさ完コピできそうな気するじゃない。ああいうね字余り的なやつをね、音を置くってなるとね、ただの3連符タンタンタンって置くのと違うからね、難しいんだよね。厳しいって言ってるのは正解だと思う。あ、ありがとう。ああ、やっぱりここ難しい。ディビジョン箱番、あ、箱番じゃないんですよ。あ、ボタン見て今箱番だと思われた人ごめんね。実はねパソコン版をね、あの箱コンでやってるんです。一応発売日からやってんだけどね、いかんせんこういう腕前です、すいません。うわきついよ。あー、ちなみにソロ勢です。ストーレンシグナルとか一人でクリアできる気しません。いや、タイムスクエアやっぱむずいな。もうちょっと頑張ってみるか。あ、PC 版の方見つけて。え？ディビジョンって PC 版、ツイッチだったら余計に PC 版の方が多いんじゃないの？あ、今、あれか、フリープレイで PS4 版が多いのか。なんか良くない噂をいろいろ聞いたけど、なんかフリープレイでみんな無料勢が来たのはいいけれど、あー、歴チャレ。そうだよね。あー、さっき一応歴シントンチャレンジやったけどすぐ終わるもんね。てか昔からクソザーザー言ってやるな。UBI の UBI 頑張ってるから言ってやるな。
これからディビジョン2も控えてるから言ってやるな。あ、てか厳しいな。やっぱり歴史に行くか。すまんな。いやでも実際ね、 D3、 あ、 D3 装備、 D3 の多分ここまで喋ってるってことはクラシファイド装備かな。俺ね、まあもっとなんだっけ、倉庫にいろいろあるんだけど、今現状ねバランバランの装備にしてるんだよね。ノーマット何もついてないクラシファイドじゃないやつで、ノーマットマスク、ノーマットニーパッド、あーすげえな。でストライカーホルスターの、デッドアイトリガーの、そして多分もしかしたら持ってると思うけど、あの忍者メッセ、あのワイルドカードみたいな、あのトランプでいうジョーカーカードみたいなやつ、これあるとね、あのセットボーナスが全てにおいてプラスされるっていう、プラスっていうか、これあるとあのバリエーションが出ますよ。多分知ってると思うけど、レキチャレ行くか。多分4日前。ああ、やるね。クラッシュファイド昨日揃えて4日前に忍者メッセ手に入れたってことは、今ディビジョンクソ楽しいでしょ。初めて9日。ああ、すごいすごい。てか、9日でそこまでいけるんだね。発売日からさ、ちまっ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 たらったらったらったらやってたもんだからさ。時間的にはそこまで経ってないんだけど。あ、時間的には経ってるんだけど、そこまで上手くないっていうね。なんかね、ちょうどいいんだよね。まあね。あ、フリープレイ。あ、そう、フリープレイね。なんか最近 PS4 すごいよ。あれだよね、ディビジョン以外にもなんか、今月、あれっていうの来てたよね、なんか。なんだっけ。なんだっけ。なんかでもいいよね、フリープレイね。俺あれ、あーごめんね、一応ね、ソロで、ソロでっていうか、一応ノラでこうやってるけど、配信中はね、一応一人でやってんだわ、ごめんね。俺ね、いかんせん、なんか、人とあんまりやることないんだよね。すまんね、ごめんね。ネットで仲良くなってさ、スチームとかさ、なんかいろんなプラットフォームでフレンドにはなるんだけどさ、あんまり一緒にやらないのよね。それで心配、おいえ。でも今時期だったらあれだよ、ノリのいい外人さんがいっぱいいるから楽しいと思うよ。こういうシューター系のボイスチャットもね、別にあの合ってないようなもんだし、ね、ステイヒアーとゴーさえ分かればいいから。ステイヒアーとゴーさえ分かればね、なんとなくね、動き分かるから。まあね、ソロだとやっぱり何がいいって、自由っていうところよな。俺こう動きたいんだけどっていう動きもさ、やっぱりできなかったりするからね、チームワークだとね。やっぱりソロでやる。あ、スティープ、あれ面白そうだよ。俺さ、クールボーダーズとかスノボのゲームとかさ、あのよくやってたから。ただパッと見あれだよね、昔 Wii で出た、最近スイッチでも出たっけ、ゴーバケーションに近い、なんかゆるーいオープンワールドのスノボっていう感じで、俺は結構好きなんだけど、スティープ
ただパソコンだとあのスペックが要求スペックが高すぎるっていうね。だから PS4 でフリップできてるんだったらやっとけば、てかもらっとけばひとまずあ、もしあのカーなんだっけ、プラスの会員になるんだったらね、もらっときな。っていうか俺 PS4 でねジャッジアイズやりたいんだよな、キムタクがごとく。あれ久々に面白そうだと思ったわ。竜がごとく俺ワンツーでやってやめた人間なんだけど、ジャッジアイズだけはクソ面白そう。あれあとスパイダーマンか。あれてか誰も来ないの。これ置いてってもいいんだっけ。とりあえず押しちゃうよ。ツイッターで回ってきたこのみたい。そうそう、スケボーとかね。一応あのスケボーの部分は QT アクションだから、あの自由にこうバーってできるわけじゃないけど。人質は屋上に囚われている。てかツイッターやってんのか、すごいな。そう、あのそういった意味でもソロの人だから、ね、別に過去に何かあったのかって言われるとないんだけどさ。電子レンジ、そうそう、コンビニの電子レンジね。あすごい最適化されてるよ。だって俺の PC でまともにさ、最初低設定でもさ重かったもん。今一応低設定、配信用に低設定でやってるけれど、俺普段は高設定でやってる。それぐらい良くはなった。ただサーバーはクソだよサーバーはちょっとね、やっぱり途中なんかログアウトあったりすんだよな。問題はねそこだと思う。失礼。クソな子。いやほんとね、ほんと UBI のソフトな、あのそこだけなんとかしてくれりゃさ、あれじゃないの。だってアサシンクリードオデッセイとかもまともにプレイしてる人少ないんじゃないの。しかもねそれでさえねあれなのにね、あれだからスイッチ版に一応アサシンクリードオデッセイあるのよ、クラウドバージョンっていう。ちょっとねさすがにあのフリープレイ来るの分かってるんだったら、サービスの品質云々ってやっぱりもう2年前のゲームだけど、やっぱりそこはねちゃんとしてほしかったよね。そうそう、だってディビジョンだって今回初めて触る人も多いでしょ多分。言ってみれば2のプロモーションみたいなところあると思うんだけど、ね、で PS4 って割と大事なユーザー様じゃない、あのこういうゲームにあたっては。その辺ちゃんとしっかりしてくれればなとは思うよ。あ、向こうだった。エージェント、メンテナンスへのアクセスを解除するんだ。建物の設計図によると、地下にセキュリティ制御室がある。よいしょっと。逃げたってもグリッチチート。本当よな。そう、グリッチあるんだよ。どこだっけ、ドラゴ、なんだっけ、なんとかロストだっけ、なんか、なんか持って、行かなきゃなんないところ、
あの持ってピストルしか使えないような場所をなんか壁抜けできるんだっけ？ファルコンロスト、あそこなんか壁抜けできんだよね、未だに。まあソロでやる分にはいやいや、まあグリッチだからあんまり やっちゃダメなんだろうけど、あっこね、ソロでやる分にはお世話になるかもしんないけれども、足早く、あ、それはね、俺なったことはないけど、そう、なったことはないけど動画で見た、それショーストッパー持ってると突っ込むのが一番いい。見る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 相手の体力が溶けていく。あ、フォーオーナー、フォーオーナーってやったことないんだよな。うわー、待って、アホが溶かった。痛い痛い痛い、えい、タクティカルストライクってあれだね、前あったブラックアウトの爆発バージョンでいいんだね。俺グローバルイベント一応全部やってるわけじゃないから、今回このストライクのやつ初めてなんだよね。今のところ順調だ。攻撃部隊が動いている。あんたの合図でメインホールに突入する。これいいよね。ただね、俺やっぱりブラックアウトが好きかな。ブラックアウトってね、あるんだけどね、あれはね、ビリビリで、肘打ちでビリビリストーンってワンパンできるモードがあるんだけど、グローバルイベントでね。あれね、別ゲーで気持ちいいよ。あの、バイオ5とかでいう体術ゲーになってる。あの、ブラックアウトっていうモード。あ、待って。あ、大丈夫？あれ？誰？大丈夫か。あ、ごめんなさい。見て。ここ見にくいな。下にいる？うわ。スナイパー後ろだね。今ね、見えてなかった。そういえばあっこにいるんだ。痛い痛い。ねえ、ディビジョン古参勢のくせしてこういうことまだなるから。長年やってる俺よりね、多分ね、あなたの方がね、断然うまいから。あぶね。ちょっと待って、俺があんまり何も貢献してない件について。ララエおばさん殺せー。
ラライおばさん先に、ラライおばさんやるか。いって、下に降りたか。行って。下か？上だ。ストライクでショットなんだ、亡者っていうか、まあ亡者なんだろうけど、俺は多分何も考えてない人だと思う。ただの脳筋だと思う俺は。いや、いかんせんね、このねショーストッパー強いんすよ、このショーストッパー。これ以上人員を失うわけにはいかない。彼ができたらエージェント大したものだ。終わったね。いつも思うんだけど、レキシントンやるとさ、終わった後さ、こっち側に敵のマーカー出るけどさ、これ多分外の敵示してんだよね、多分レキシントンの外にいる。よし、というわけで最初のところさ、まだ敵いる、まだ敵いる、終わったのにまだ敵いると思ってね。よし、マディソンスタンドで一番上に武器屋だっけ。あ、違う。そしてね、相変わらずね、ディビジョンね、関西弁があるの謎なんだよね。ディビジョン2も関西弁あんのかな。あ、武器はこっちだ。ほとんどいらないです。これもいらんな。お得意さんがまた一人増えた。持ってます。スコア280のあるんだよな。むしろリクレーマーとかは確かクラシファイド揃ってるはずなんだよな。よし、とりあえず一回ここで装備なんちゃらかんちゃらしたら、配信は止めます。だからもうあれでブラウザ閉じたりしていいからね。今時間あたりフォートナイトで忍者さんとかやってたりするんじゃないかな。3388。おじさんノーマットちょうだい。さて、バックパックは持ってなかったっけ。てかバックパックいらないんだよな、忍者メッセあるから。バックパックなかったっけ。ノーマットの282のノーマット、
あ、ノーマット持ってなかったか。あ、じゃあこれやってノーマット、よし。で、古い方を売りましょう。よし。はあ、1時間やったね。コメンデーションはどれだ。ストライクの、よし。みんな281とか280とか。今俺なんぼだっけ。まあ287だっけ。マックスこれ今なんぼなんだろうな。291は見たことあるんだけどな、ギアスコア。291が最高なのかな。調整に調整、調整調整&調整したら291、あ、291なのか。いや、291以上確かに見たことないなと思ってるけど、思ったんだけど、これを全部再調整、再調整、アンド再調整したら291に行くのか。よし。というわけで、私まだね、ま、あの287なんですね。よし。というわけで今日はここまでにします。普段ね、なんつったらいいの、ツイッチでね配信はしてないんだけどね、ちょっと回線変わったんでね、こっちでちょっとやってみました。普段ね、ニコ生とかでやってるんで、もしよかったらよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。バイバイ。